この旅行ももうすぐ終わりだね。明日の夜にはもう帰りの飛行機の中でしょ。そう、こんなはずじゃなかったのに。あ、日本みたいな街回って、しかもビッグバンバーガーって日本かよ。そんなこと言われても、そういう旅行だろ。恋人とイチャついてるやつらもいたんだろ。まあ、いたんじゃない。それだよ、足りなかったのは午後からの自由時間。行くしかねえ。どこに。思い出作りだ。ハワイといえば海。旅の恥はかき捨てだろ。昼に連絡先聞き出して夜に抜け出す。どういう。俺もバレて困る相手いねえだろ、お互いに。まあそうだけどさ。済ました顔してっけど、もちろんお前も。お、今のチャット誰から。あ、いや答えなくていい。大事な連絡かもしれねえしな。おい三島、行くぞ。ちょ、今のどういう流れ。坂本と二人きり。なんだよその嫌そうな顔は。まずはワイキキ縦断するぞ。マジかよ。ごめんね、急に呼び出して。代理の引率、思ったより大変。打ち合わせが多くて、本当はもっと早く連絡したかったの。ありがとう。それじゃ、その辺歩こうか。屋台、ガーリックシュリンプなのね。ハワイの名物らしいよ。あなたって食べ物で冒険しちゃう方？そうなんだ。いつも定番に走る方だけど、エビにガーリックなら大丈夫だよね。せっかくだし食べてみようか。お兄ちゃんたち日本人？あ、はい。怪盗団でしょ？心を盗んじゃうの。どうして怪盗団のことを？ニュースで見たよ。日本で流行ってるって。海外でも取り上げられてるんだ、私たちのこと。もし怪盗団に会ったらよろしく言っといて。みんながエビ好きになるように改心させてねって。はい、ぜひ。すごいわね。綺麗。もうこんな時間だったんだね。というより普通にダラダラしてたね。お姉ちゃんに見られたら怒られるよ。私ね、旅行とかって正直あまり乗り気な方じゃなかったの。けどこういうのならまた来てもいいかも。
これあげる。記念にってわけじゃないけど、今日の思い出にね。よかった、暗くなる前に戻った方がいいよね。しょうがないな。今日は坂本に付き合わされて散々だったよ。これさ、イベントのたびに坂本とセットって定番になっちゃいそうじゃない？坂本さ、一緒にいると楽しいんだけどペースが違いすぎるんだよな。これはもう彼女作るしか。まあいいや、明日は早いしそろそろ寝よう。そうだね。修学旅行もついに終わりね。まさか二度行くことになるとは思わなかった。外国来たって感じあんましなかったけどな。ゆうすけまで来たしね。嵐までこっちに来なかったのは幸いだ。
まあ写真を撮ったり楽しいこともそこそこあったわね。本当に嵐が来なくてよかった。あれは良くない。ところでお前、昨日の夜どこにいたんだ？抜け駆けとかはねえよな。てめえ、マジか？あ、いや、それ以上はいい。へこむかもだし。はいはい、そこまで。なんかあっという間だったね。帰りたいような、帰りたくないような。なあ、帰る前にみんなで土産買いに行かね。賛成。俺も行こう。金はないか。ちゃんと日本まで帰れるわよね。ノルガナとフタバ、何喜ぶかな。定番はチョコレートとかだけど、あ、モルガナはダメか。チョコでも本人が猫じゃないって言ってるし、大丈夫なのかな。どうせなら嬉し泣きさせるくらいいい感じの土産にしたいよな。手分けして探してみるか。見て、コーヒーが入ったバター、美味しいのかな。こっちはアサイーのパウダーだって。こういうとこってさ、いつまででも入れる気しない？わかる。せっかくハワイまで来てるんだ、味よりもインパクト重視がいいと思う。お、いいこと言うな。そしたら自分じゃ多分買わねえけど、もらったら嬉しい感じなやつ探そう。いいの見つかんねえな。つか双葉とモルガナだからな、喜ばすハードル高えよ。ユースケ、なんかあった？3分、測れる砂時計だ。なんで？双葉はカップ焼きそばが好物だからな。自分で買わずにもらったら嬉しい。見事に要件を満たしているじゃないか。それ、日本でも買えるぞ。あ、やべ、もう時間ねえよ。じゃあ俺とユースケは双葉のやつ探すから、お前はモルガナのやつ頼む。こんにちは。わあ、やっぱりハワイといえばそれですね。アロハ。あれ、あの子は。何かいいの見つかった？あの子。あ、お邪魔してすみません。はじめまして、私1年の吉澤です。あ、新体操の。はい、新体操やってます。次の大会に向けたクラブの合宿に来ていて、たまたま先輩をお見かけしたので。こないだ大会が終わったばかりなのに、もう次の大会？頑張ってるのね。結果を出さなきゃいけませんから。こっちに有名なコーチの方がいて、しごいてもらってるんです。毎日泣かされてますよ。南国にまで来て鍛錬するその姿勢、見習いたいと思う。だな。私たち応援してるからね。練習頑張って。はい、ありがとうございます。今日は泣かずに済むかもしれません。ま、泣いたっていい気がするけどな。涙の数だけ強くなるってやつ？で、そういや時間ねえんだった。じゃあ、めぼしいもんレジ持ってくわ。ああ、私も。吉沢さん、またね。はい、お疲れ様です。楽しい方たちですね。はい、素敵だと思います。私、今度こそ勝ちます。実力を証明してみせます。前回の失敗を踏まえて、これも買っておきました。ハワイに有名な日本の神社の分院がありまして、さっき買ってきたんです。
大きな大会の前はいつもお守りを買ってたんです。妹がこういうジンクスにこだわってて。けど前の大会の時は買うのを忘れてしまって。でももう大丈夫です。これできっと。そろそろ行かないと。私も家族へのお土産買いに来たんでした。すみません、引き止めてしまって。それではまた。ようお帰り。ちょっと焼けたか。どうだったハワイ。かぶれてる。まあ気持ちはわかるけどな。お前らが遊んでる間に厄介なことになってるぜ。意外な売れ筋の商品がマスクや予告状カードらしいんだって。こちらグッズを取り扱っているお店の収益をグラフ化したものです。去年の倍。これはもう怪盗特需だよね。こんなの売ってたんだ。うちでもやってみる？怪盗グッズ凍らせてみるか。怪盗だけに怪盗なんつって。いや、やんねえからな。巷のこの現象を出演者の皆さんはどのように捉えているのでしょうか。明智君どうかな。そうですね。でーと、アンチ怪盗の探偵出現して自爆しろ。彼らにはいわゆる義賊っぽさ、それを感じるんです。大衆が無言のうちに感じた鬱憤を彼らが巧みに汲み取って晴らしている。それが人気の秘訣なんじゃないかと。意外だね。前と言ってることが変わったけど。危険な存在であることは変わりありません。でも、いや、これ以上言うと。いいよ、言っちゃおうよ。ダメですって、乗せられませんよ。前の炎上で懲りてるんで。泥棒が警察や政治家を押しのけて大人気か。世も末だな。失礼。何怒ってんだよ。ちょっと便所。客来たらよろしくな。解析終わってる。例のデータこれから集まる。時差ボケかよ。なら明日。
been all along. Confessing while I know without a clue, without a sign, without grasping it. The real question to be asked: where have I been? I'm a sharpshooter at this masquerade, hiding both face and mind, all free for you to draw. I'm a sharpshooter, what else should I be? Please don't take all.